日月旧製茶工場。1925年、日本がアッサムティーを台湾に導入してから、栽培に最も適した環境として、なんと日月潭を発見しました。また、ここで生産した紅茶は、独特の風味があることから、かなり人気が出ました。日月製茶工場は、日本時代に活発に稼働していました。最盛期には200人を超えた作業員がここで働いていました。しかし、市場環境の変化によって、1980年代には多くの農民が瓶農の木の栽培に切り替えたため、唯一製茶工場はほとんど稼働を停止してしまいました。2003年になってからは、5名の作業員だけが工場に残って改革することにしました。2004年、雄一号は積極的に紅茶産業の復興を推進するようになって、改築を経て、製茶工場は昔ながらの建築を維持するとともに、お茶屋さんを併設し、街頭解説を提供するやり方で、観光レジャー型に方向転換しました。